おはようございます。速稼塾の久保です。私の、ね、例を用いるまでもなく、 YouTube っていうのは非常に偉大だと思うんですよね。そしてこの映像の力っていうのは私たちにものすごく大きな力をくれると思います。さあ、それですね、今日は何名かの有名人の例をとってね、 YouTube の威力っていうのをちょっとお伝えしたいと思います。例えば与沢翼さんっていう方がいますよね。与沢翼さん、名前を出すのは久しぶりだと思うんですけども、与沢翼さんがフリーエージェントスタイルというね、六本木ヒルズで会社をされていた頃のことなんですけども、この与沢翼さんの会社の車の運転手がですね、与沢翼さんに暴力を受けたというふうな形でテレビメディアが一斉に報道したことがありました。与沢さんはですね、すぐに反応しました。どこで反応したか、 YouTube なんですよね。 YouTube の方で独自の記者会見を行って、自分の主張もきちんと言ったわけなんですよ。そうすることによって、まあ、その件がね、誤解、ある意味事実を湾曲した誤報道だったということが分かったわけなんですよね。でもこれ YouTube がなかったら、多分ですね、テレビメディアで伝えられた通りに与沢翼さんの印象が悪くなり、そして事業は続けられなくなり、そして、もしかしたらね、言われのない訴訟も起きていたかもしれません。そういう形で数多くの方がこの YouTube がないことによって泣き寝入りしたわけなんですよ。それはね、今でも続くんですよね。今でもこの YouTube を使わない方っていうのは、政治家でもタレントでも有名人でも反論する場が与えられずに、テレビメディアの書きたいように書かれて、言いたいように言われて、コメンテーターは事実確認もせずに自分の感情で人の人生を潰していくんですよね。まあ、それに視聴者さんも乗っかるわけなんですよ。やっぱりね、このいじめの構図がそこにあるのかなと思いますよね。いじめられてる人を見て見ぬふりすることもいじめに加担することだっていうふうに私たちは幼い頃教わったわけですけども、まさにですね、成長して幼なってそれをやってるわけなんですよ。で、反論の機会がこの YouTube にあるっていうのは非常にね、私たちの励みになるというか、味方になるというか、安心材料になると思うんですよね。まあ、こういう例が一つあります。自分に疑いをかけられた時に YouTube で反撃することができるということなんですよね。で、もう一つ、もう一人の、ね、例を説明しようかと思いますけども、それはですね、まあ、N 国党の立花隆さんですね。この方はもともと NHK の職員さんとして一生懸命働いていたわけなんですけども、ある時 NHK でやらされている自分の仕事に、まあ、その疑問を抱いてですね、で NHK を辞められるわけなんですけども、で活動再開したのが YouTube だったんですよ。一人放送局という形でしたね。立花隆の一人放送局ということで、本当にね、一人の発信から YouTube を始めるところからスタートしました。で、きっとその頃は気に留める方もいなくて、見る方もいなくて、でね、本当無名なところからのスタートだったんですよ。元 NHK の職員っていう形で、そういう肩書きの方は山ほどいますからね。でもその山ほどいる肩書きの中で YouTube を使って何かを発信するって方はものすごくね、稀な存在だったと思うんですよ。そしてその立花隆さんは今どういうふうになっているかというと、国政政党の代表をしていて、しかもね、森友賭け問題で有名になったその森友学園の国有地のね、跡地を購入するとこまで来てるんですよ。で、その森友問題をまさにね、こう解決に持っていくというか、まあ、問題意識を持ってね、暴いていくといったらね、ちょっと事件みたいですけども、まあ事件なんですけどもね。で、こう朝日新聞にね、こういうふうに昨日買ってきたんですけども、何年ぶりかに朝日新聞買いましたね。このね、森友問題のことがトップ記事で出てると。あと週刊文春でも特集されていたんですけども、週刊文春はね、あっという間に売り切れてしまって、もう手に入らないんですよ。週刊文春が完売したのってのは多分ね、2度目ぐらいだったんですよね。そのぐらいインパクトの強い、多くの人の関心を集める事件だったわけですけども、それをですね、立花隆さんは一人で火をつけてるわけですよね。で、おそらく森友問題っていうのは、立花隆さんがいなければこうやって新聞のトップ記事になることもなかったですし、野党がね、連携して、追及を改めて行うってこともなかったと思うんですよね。でもここにちょっと矛盾があるんですけども、立花隆さんが先頭をやってきたわけなのに、野党が共闘した時にその国政政党の一つとして、野党の一つとして N 国党を選ばないって、ね、N 国党だけを呼ばないみたいなね、あれほど能力が強くて、弁舌が立ってですね、で精神力が強くて、さらに多くの方とのつながりと誰にもつかめない情報を持っている、そして個人的な予算も持っている人とかね、発信力のある人っていないはずなんですけども、まあこの辺にね、野党のメンツってのがあるのかなと思っちゃいますよね。まあ取りも直さず、 YouTube の威力っていうのはこういうふうにですね、野党が束になってもできないことをやってのける力があるってことなんではないかなと思うんですよ。さあ、そしてですね、事例は身近なところに来ます。あ、もう一個だけ、れいわ新選組もありましたね。
令和新選組も YouTube と山本太郎さんの、弁舌力でね、こう人の心を動かしてきて今国政政党になりましたね。すごいですよね。 YouTube がお金と人を集めて国政政党になると、だから信頼が集まるとこのぐらいのことができるってことなんですよ。まあ、ですんでなんかね、5万とか10万の商品が売れるのは当たり前なんですよ。 YouTube ってのは人の心を動かすメディアですからね。じゃあこれをね、使わない人と使う人がいるっていうのはどういうことなのかなっていうことなんですけども、それはね、私こう思います。映像の力で人の心を動かすこともできれば、映像の力でも人の心を動かすことができないということに帰着するんではないかなと思うんですよ。 YouTube の威力はなんとなくわかるんだけども、まあ自分なんてやってもたとえ YouTube の力を借りてもね、何もできないよっていうふうに思っちゃってる人がいるんですよね。まあそれはね、ある部分では正解だと思います。なぜなら YouTube ってのは始めたばかりでは何の威力もないんですよ。 YouTube を繰り返し続けていくってこと、その繰り返すっていうことに対して人は信頼するんですよ。なんかめんどくさくなったらすぐやめちゃう人とか、気分次第でやる人って信頼されないんですよ。まあですんでね、私たちはビジネスをするときでも発信をするときでも、ある程度のね、繰り返しと、それからまあ凡事徹底ですかね、ありきたりの言葉になりますけども、これをすることが人の信頼を勝ち取るね、第一歩になるんではないかなと思いますよね。じゃあ振り返ってですね、 YouTube とは言いませんけども、凡事徹底してることって、この動画を見ている方ね、なんかありますかね。ずっと続けてることって、ね、今やってる仕事、それもそうかもしれませんけども、その仕事に凡事徹底と言えるほどに愛着持ってないと思うんですよね。持ってますかね。持ってる方もいるかもしれないですけども、まあなんかね、どうですかね。私はそこにね、ちょっと無言の圧力をかけたいんですけどね。本当にお金に困ってその仕事をやっている、仕方なくやってるんだとしたら、そこに凡事徹底はないのかもしれませんね。ちょっと矛盾するようですけども、この YouTube ってのもお金になるからやってるところあるわけですよ。でもそれ以上にもうね、楽しくてしょうがないんですよ、この YouTube ってのが。誰が見てる見てないじゃないんですよ。で、下手な動画でもいいんですよ、自分が楽しいんで。その自分が楽しいものでこそ続けられるんですけども、自分が気持ちが入ってないものって続かないと思うんですよね。じゃあどっちの人生を選ぶかってことなんですよ。気が向く人生を送りたいじゃないですか。意にそぐわない人生をなるべく排除したいじゃないですか。まあそういうことでね、 YouTube ってのは、まあ私はこうやってこれからも続けますけども、多分まあ YouTube に対しても気が乗らない方ってのはまあ続かないんだろうなと思いますよね。どっちでもいいんですけども、稼ぎたいと思う、人に信頼されたいと思うんだったら、 YouTube 以上のメディアってのはなかなかないですよ。ブログ書くのは本当大変ですよね、吉田さんね。もう YouTube 以上に続かないですよ。Twitter もそうですけどね、なんかね、続かないんですよ。それは私個人の考えかもしれませんけども、私は YouTube なら続くんですけども、他のメディアはね、続かないですね。確かにブログ量産して稼いだ時っていうのはお金のためにやりましたけどもね、でもまあ今考えると、当時から YouTube をこのペースでやっときゃよかったなと思いますね。まあ結構このペースでやってましたけどね、当時からも。まあそんな感じでいろいろと振り返りながらお話ししました。吉田さんから送ってもらった動画、限定公開になってたんですけど、なんかあったんですかね。一般公開にしてください。それでは失礼します。